Salut les amis, alors bienvenue pour la suite de ce Let's Play sur Shadowbringer, la nouvelle extension de Final Fantasy XIV. Dans cet épisode, beaucoup de cinématiques, puisque nous sommes à la recherche d'un remède pour réunifier les âmes au corps de nos amis qui sont restés dans le monde primaire, j'ai envie de dire, puisque là on est dans un monde un peu parallèle. Et nous sommes donc en bonne voie, puisque vous allez voir dans l'épisode qu'on a quelques pistes à ce sujet. Pistes qui d'ailleurs ne vont pas servir qu'à cela, puisque nous allons aussi nous rendre compte qu'elles vont être capables de soigner les personnes atteintes du mal de la lumière et qui restaient jusqu'à présent dans un état assez végétatif. Mais je vais vous laisser découvrir tout ça tranquillement, en espérant que vous apprécierez la vidéo. Je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée, suivant quand est-ce que vous la regarderez. Et je vais vous dire à bientôt. Allez, salut, bye bye. そして過去7度発生した霊災による世界の統合、これまで語った言葉に嘘偽りはないと誓おう。とはいえそう簡単に信じられる事柄でもあるまい。ただ魂について長年にわたり研究してこられたあなたなら、彼らの魂がこの世界のものと根本的に異なることがお分かりになるのではあるまいか。確かにザレ事と退けたくなる話だが、なるほど、よくよく注意して観察してみれば魂の濃さも尋常でなく肉体を持っておらぬこともわかる。特にこちらの御神は一段と濃い魂をお持ちだ。しかも肉体も仮初めのものではなく本物であろう。ふーん。繰り返すが、彼ら異界からの来訪者の協力なくしてこの世界に世闇を取り戻すことはできなかった。その恩に報いるためにも是が非でも無事に元の世界へと帰還させたい。どうかご助力願えないだろうか。話を聞くだけのことに対価を求めはしたが、今聞いた情報だけでも十分すぎるほどの価値があろう。何より光に覆われた空に闇を取り戻してくれたというなら、なるほど、確かに恩に報いるのが筋というもの。ではうむ、我が知恵でよければ喜んでお貸ししよう。ただし老いぼれゆえに新たな研究を始めるとなると一人ではいかんともしがたい。調査やら実験やらで手を借りることになるが構わんな。もちろんです。これは私たち自身の問題。当然手となり足となり働かせていただきましょう。
それでは始めるぞ。これまで集めてきた素材を全て砕いて混ぜ込んだ粘土は用意できておるな。ふむ、よかろう。ではそれを豚の形にこねてみせよ。とびきりかわいく。わかったわ。できたわよ。アリゼ、君の作品は昔から独創的。ちょっとそこ笑うんじゃないわよ。よいよい、出来の良し悪しは関係ない。この潰れたプリンのような代物を術者であるお主がとびきり可愛い豚であると認識できておればいいのだ。全くフォローになってないんだけど。良いかね。魔法とは空想を現実へと変換する術のことだ。それゆえ術者の認識が重要となる。イメージさえ強固であれば見た目に惑わされる必要はない。よくよく覚えておくのだぞ。さあ、教えた通りの術式で粘土の豚に魔力を注ぐのだ。豚は飛ばず、土は起きず、命は語れぬのが断りなれど、我が生命の力よ、今ひととき断りより離れ、空飛ぶ豚とならん。ふむ、なかなかの出来ではないか。ではこの使い魔を用いてハルリクとやらの魂の活性化を執り行うぞ。さて、アリゼよ。お主が作った使い魔には、すでに魂を活性化させる一種の強化魔法が備わっている。あとは、自身の魔力を注ぎ込みながら、心に決めた使い魔の名を呼んでやるだけだ。この子の名前。決めたわ。やってみる。行きなさい、アンジェロ。
まお母さん、僕は…
のね。カイシルちゃん、よくやってくれたわ。ドゥリア夫人、一体どうしたというのです？もう私どうしたらいいかわからないの。一人で本当に心細くて。一人？確かに旦那様の姿が見えないようですが。そうなのよ。あの人が私を置いて出て行ってしまったの。なんですって？一体なぜそんなことに？それがアルフィノちゃんはしばらくユールモアに残ってくれていたから知っているとは思うのだけれど、あれから私たち自由市民が集まってユールモアの新しい元首を選ぼうとしていたの。バウスリーの後任を決めるため選挙を実施する計画でしたね。ええ、でも誰も立候補する人がいなかったの。私たち自由市民は怠惰な時間を過ごしすぎたわ。それで自由に投票しようということになって、結果選ばれたのがうちの旦那様だったの。チャイヌズ殿は巨大タロースの件でも見事にリーダーシップを発揮しておられました。適任のように思えますが。私もそう思ったわ。彼はダイダロス社を率いていた立派な人だもの。だから私、選ばれた時に背中を押すようなことを言ったの。きっとそれがいけなかったのね。あの人、その時を最後に姿を消してしまったんだから。望まぬ大役に推挙され、重圧に耐えきれず失踪したと。ドゥリア夫人、どうか顔を上げてください。私は旦那様が愛するあなたを捨ておいて逃げてしまうような人物には思えません。きっと理由あっての一時的な外出でありましょう。本当？アルフィノちゃん。あなたもそう思う？聞いての通りです、ドゥリア夫人。チャイヌズ殿が誰よりもあなたを愛していたことはここにいる全員が知っているのです。旦那様のことは私が探し出してみせますので、どうか気を強くお持ちになってお待ちください。ありがとう、アルフィノちゃん。あなたたちを呼んできてもらって正解だったわ。私、パーラーのいつもの席であの人の帰りを待っているわね。
誰かと思えばまたお前か。しかもゾロゾロと連れ立って一人で説得できぬと見て助っ人でも呼んできたか。呼んだわけではないが、確かに彼らは助っ人だ。いや、彼らはドンバウスリーの元でダミンを貪ってきた私たちを目覚めさせてくれた闇の戦士たちなのだ。ほう、闇の戦士とな。だがしかし、いつまでも恩人の優しさに甘え助力を受け続けるわけにはいかん。それではバウスリーの力に頼り、全てを任せきりにしていた頃と大差がない。チャイヌズ殿。首相な心がけだが、さてな。私は己を官僚であると規定してきた。民のため、国のため、祭りごとを司る者に対して助言を行い、その方針を最善の方法で実現すべく働いてきた自負がある。だがそれは理想を共有できればこそ、民が、国が、指導者が理想とする楽園とやらに共感できなくなったがゆえに、私はユールモアから去ったのだ。チャイヌズとか言ったか。バウスリーの元で奔放な生活を送ってきた貴様が、いかなる国を築かんとするというのだ。その問いに一言をもって応じるほどの答えを、私はまだ見出せてはいない。だが私はいかなる国を築くのかを、市民が語れる国を作りたい。罪悔いの脅威に怯えて暮らす世界で、私を含め多くの者が身の安全と食料を求めてユールモアに集ってきた。一芸を持ち身の振り方を決められる労役市民はともかく、町の周辺に住まう者たちは食料の配給を断たれ、自由市民に至ってはもっとひどい。未だ酒や快楽に溺れ現実から目を背け続ける者も少なくない。今のままでは早々に富を食い潰す者も現れるだろう。私が元首となれば、その権限を持ってかつて国に差し出された財産の再分配を行うつもりだ。貧者であれ富者であれ、このような状態では国の未来など語れようものか。食料の早急な確保、周辺集落との関係改善、崩壊した産業の再建に他地域との連携強化、課題はまさに山積みだ。私は政治家でも国王でもない。そんな私にできることは、問題を分析し改善案を企画し収益を上げて部下を食わせること。レンデン殿、ユールモアの民が国の理想を思い描き祭りごとに手を挙げられるようになるまで、どうか力を貸していただきたい。
いかなる国を築くのかを民が語れる国か。悪くない方針だ。チャイヌズよ、お前が一時とはいえ国政を担うにふさわしい器か試させてもらうとしよう。何をすればいい。今ユールモアが抱える問題の一つを解決してもらう。そうでなければ改革など夢のまた夢、誰もお前については来ないだろうからな。
し、そのまま一列になってユールモアへ向かえ。なんだこの音は。な、タロース、壊れたタロースが暴走してやがるのか。おい、誰かバンペイを呼んできてくれ。市民の方はお下がりください。待って、もちろん帰ってくるに決まっ、苦しい。あらあら、まあまあ、どうしましょう。助かった。ごめんなさい、あなた。帰ってきてくれたのが嬉しくて。いや、構わん。それよりも置き手紙だけでなく、しっかり言葉で伝えてから外出すべきだった。それじゃあ。うん、私は原種の座から逃れるためにユールモアを出て行ったわけではない。補佐官としてレンデン殿を迎えるために交渉に行っていたのだ。その助力を得られた今、ようやく私は胸を張って言える。私はユールモアの原種の役目を引き受けさせてもらう。あなた、皆
今日はよく集まってくれた。まず自由市民の諸君、周囲を見渡してほしい。ドンバウスリー死生家の20年間とは異なる顔ぶれが混じっていることに気づくだろう。我々に仕えてくれていた労役市民たちはもちろん、廃線街やゲートタウンに住まう市民権をも我らを目覚めさせてくれた恩人、闇の戦士たちもまた新たな出発となる今日という日に立ち会い人として駆けつけてくれた。先日自由市民たちの間で行われた選挙にて、私チャイヌズがドンバウスリーの後任として新たな元首に選出された。そして私は名誉あるこの務めを受けさせていただくことをこの場にいる全員の前で宣言する。ただし期限付きの一時的な元首代行としてだ。自由市民と労役市民の関係、そして市民と非市民の関係、ドンバウスリーの下で決められた歪んだ制度を正すとして、ユールモアという国をいかなる国にするのか、この大きな問題について私はここにいる全ての者が意見を交わし議論する必要があると考えている。だが我々が直面している現実の問題の前では理想を語り合う余裕などないというのが実情だろう。メオルに依存してきた食料問題、冷え込んだ周辺集落、他地域との関係改善、治安維持に産業再興、喫緊の課題があまりに多い。故に私は一人の起業家として、まずはここにいる皆の安全と安心を優先しようと思う。当然バウスリーが築いた偽りの楽園で怠惰な時を過ごしてきた私を含む自由市民にとっては、だが夢から覚めた私たちは現実を生きてゆかねばならない。私たちのために命を賭して天より光を払い闇を取り戻してくれた闇の戦士たちに恥じぬ生き方を、そして皆の暮らしが安定してきたその時、改めて理想のユールモアについて話し合わせてほしい。だからそれまでの間、どうかこの私に、いやユールモアという希望に皆の力を貸してもらいたい。